れでした。これがこの試合の感想です、試合自体非常に、いい内容で、スピードもあるし意思もいろいろ感じられるゲームで、特に中川非常にチャレンジもしたしとても良かったと思います。バブンスキーすごく上手くて、ゲームをコントロールして非常に良かったと思います。まあ、この内容で負けてしまうのは非常に受け入れがたいとしか言いようがないです。以上です。はい、まあ、ドローでも OK というシチュエーションに伝統的に横浜非常に弱いですね。またそのようになってしまいましたけど、で負けてもう突破もなくなったんで、まあ、負けた試合のいいとこ探しがすごい大嫌いなんですけど、みんなアピールしてたんで、もうこれでこのメンバーで試合する機会が減ってしまうというのは非常に残念ですね。そんだけです。はい、まあすごく楽しいサッカーは90分見られたなと思いますが、ごめんなさい、僕途中20分くらいだったので70分くらいだったんですけど、あの前半1点は食らいましたが、あのうちのサッカーやってるのを見るにつれ、あの1点取れれば勝ち上がれるし、これはまあ1点勝負かなと思ってたんであんまり心配はしなかったんですよ。でマラブが入れてからすごく、新井のいいクロスに対して中川がしっかりと詰めて、すごい素晴らしいゴールで同点に追いついて、で相手も完全に引いてきてたので、こっちの方で自陣でボール回してれば全然心配ない、もうこれはこのままいけるかなと思ったんですけど、まあちょっと何を焦ったのか、ちょっとビロシュを入れたことによってゲームプランがちょっと正直狂っちゃったのかなと。あそこは、個人的にはバムスキーに変えて折原入れるか、もしくはあの疲れの見えた左サイドにちょっと手入れるかっていうところをちょっとやってほしかったんですけど、残念です。最初の2連敗からここまでよく立て直して突破の可能性も最後まで残してたんですけど、結果として結局ルヴァン敗退という結果しか残らなかったっていうのが、非常に中心者もったいないしだったかなと思いました。ただまあ底上げという意味ではこのルヴァンカップの試合はすごく試合経験になったと思うので、ここから2人でのメンバーという方だとですね、底上げというところでもうちょっと良かったと思います。いやまあ本当に上に行きたかったです。楽しみでした。僕はデジェネクの投入は間違ってないと思ってます。悪くないと思うんですが、まあ、彼が一人で舐めてぶち壊した、それだけです。以上です。